イッターにシェアができない。まあいいや。さきすきおはよう。ケンジーさんおはようございます。あ、ヤギタおはよう。レディオだよ。超寝起きなんだけど、やばい、声がカスカス。ひろおきさんおはよう。ひぐらしさんおはようございます。ウィスパーボ、あ、ウィスパーボイスね。ウィスパーなの。いしさんおはようございます。のりかずさんおはようね、あのプテラノドンが飛ぶことを知らないのはやばいって弟に言われました。みんなが知ってるなんか基礎知識みたいな感じだから、あの飛ぶの知らないのはガチでやばいよって言われてお勉強しようと思いました。なんかドキ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 するね。みやさるさんおはようございます。ちょっとなんかツイッターにシェアができなくて、なんでかわかんないんだけど、だからちょっとシェアできないですあ、まなまなさんはじめまして、おはようございます。おはよう、ありがとうございます、来てくれて。あの本当は、本当はっていうか、ちゃんと顔出してやるのは水曜日のお昼にやろうかなって思ってて、多分なんか予定みたいなところに13時からって入れたと思うんだけど、がそれをちゃんと顔を出してやるのは水曜日にやるので、まあでもお昼の時間帯だから見に来れる人多分少ないと思うけど、よかったら来てください。今日はね、なんかね、あ、金じいさん今日も可愛い、ありがとうございます可愛いのわかる？見えてなくても今日はなんか、なんでやろうかなって思ったのかわかんないけど、なんとなく、あ、これラジオ配信もできるんだよなと思ってやってみようかなって思ったんだけど、ちょっと寝起きすぎて声が出ないからやばいなって思った。チキは一度だけ取りに行ったことあります。あ、ありがとう、もなもなさん嬉しい。またぜひ来てくださいね、ライブも。あのチキもあ、なほがおはようって言ってくれてる。おはよう。ナホはね、今アイラブクキに帰ってるので、あ、のりかずさんハートいっぱいありがとうございます。ハートじゃないか、これキャンディーみたいなやつか。あ、山越さんおはようございます。そう、なんかおすすめコメントみたいなやつにアイちゃん大好きって入れてみたんだけどやめますね、なんか恥ずかしいから消しとくわ何にしようかな。早朝に発声練習とかしないの。まだお布団の中なので発声どころではないのです。オフサイドさんおはようございます。寝起きで隣にあいちゃんがいるみたいでいいね。ほんと？でももうみんなお仕事だよね。だからちょっとで終わりにしますね。亀さんおはようございます。いつさんありがとう。あ、バイカさんおはよう。ナホが声落ち着くって言ってくれた。嬉しいね。ちょ、マジで高い声が出ないんだけどやばい。でもみんななんかこんなツイッターとかで言わなくても見てくれるんですね。
通知っていうか、わかるのかな、ショールームフォローしてると配信してますよって来るのかな。ではマイウェイどうぞ。え、どういうこと歌ってどうぞってこと。いや、なんかマイウェイはなんかまだ音程っていうか、曲がそんな高い方ではないから、歌に関しては私はマイウェイは全然大丈夫なんですけど、私が一番きついなと思うのはやっぱり渚ですね。渚はもうなんか高すぎて、てかラブチーノの曲で高いよね全体的に。群青とかも高い、とっても。あ、通知来るよ。そうなんだね。ヤスさんおはよう。オフサイドさん、たまたま見てたってこと。運命じゃん。今から仕事だからちょうどラジオしてる。おお、よかったよかった。そう、移動中かなって思った。っていうか、まあお顔がねもう寝起きなので全然あれなんですけどフォローしておいてよかったです。あ、わなわなさん、ありがとうございます。嬉しい、フォローしてくれてて。ショールーム通知来るよん。そうなんだね。あゆも通知来るようにしようかな。メンバーのことフォローしてるんですけど、通知来たことないから通知オンにしとかないとダメなのかな。あ、マスオさん、あゆちゃん大好き、ありがとうございます。やっぱこのコメント恥ずかしいね。なんか自分でやっといて恥ずかしいなって思ったザマシーさん、おはようございます。今日も一日元気にね、元気に頑張ろう。月曜日だからね。ん、月曜日だよね。定期公演行けなくてごめん、次回行く。あ、全然大丈夫、ありがとう。定期公演はでも毎月あるみたいなので、次はぜひ来てください。ぬーちゃんおはようえーって何朝だからかな。あ、板倉さんおはようございます。板倉さんツイッターもフォローしてくれたよね、ありがとう。早起きだなと思ったらラジオもしちゃうのそう、早起きしたからラジオした。なんか本当はね7時ぐらいから起きてたんだけど、なんかどうしようかなって迷ってるうちに8時近くになっちゃってでもこれなんかせっかくやろうかなっていう思ったからやったけど、ルーちゃんが見に来れてよかった。ヤギタありがとう、お星様嬉しい。今から近所の無料温泉行ってか、お仕事。無料温泉なんてあるの、いいね。20日か21日行く予定。お、やったー、ありがとうございます。嬉しい。好きなのに会えなくて死んでましたね。だって本当は会える予定だったんだよね確か。悲しい、会いたいね。じゃあゆもルーちゃんと会えるまでに頑張って可愛くなっておくね今朝は暖かいね。そうだね、あゆ今日半袖で寝たよ。いつも半袖に上になんかパーカーではないけど、なんかあのジェラピケのモコモコのパジャマみたいなの着て寝てるんだけど、昨日の夜暑すぎて半袖で寝たラブチーノはセンクラで見れて気になったから、お、ありがとうございます。なんかこの前はね見てくれたんだよね確か。ありがとう。なんか気になったって言ってくれるのめっちゃありがたいよね。やっぱり新しいファンの方とかにそうやってなんか気にしていただけるのはありがたいと思う。寝起き声かわいいねなんかねやばい、カスカス。
いや、もう十分可愛いが。そうね、ちょっと今ルーちゃんの好みになるべく髪の毛を伸ばしているからね。髪の毛伸びたらもっと好きになってくれるかな。ヒューリックホルモン見てた、ありがとう。朝食は何？なんだろう、まだ食べてないんだけど。昨日のね、朝ごはんはね、もうザ朝ごはんって感じで、鮭とご飯と卵焼きだった。あとお味噌汁、超朝ごはんって感じ。今日はオフです。何しようかな今日は。朝からお米なんだね。そう、あゆね、でもパン派なのかもしれないって最近思ってきた。なんか朝ご飯とパンどっちがいいってお母さんに聞かれた時に、パンの方がいいなって思う回数が多いから。死んだ、写真見てない。死んだの。そう、え、めっちゃ伸びたよ。やばい、もうだって鎖骨下ぐらいになってる今。なんかね、夏ぐらいまでにはね、胸上ぐらいになるって美容師さんに言われたから。9時前なら朝配信大歓迎です。あ、お仕事、そっか、9時からか。お味噌汁自分で作ったの。誓います。